今日の動画は訳あって令和では絶対に放送できない漫画やアニメたちをいろいろと持ってきたから、理由とともに紹介していくぞ。エッチなものもあるから必見だぜー。もちろんエッチなやつも気になるけど、その他の放送できない理由が気になりすぎてスケベ節も抑えられつつあるぞ。やっほほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今回はいろんな理由で令和では絶対に放送できないアニメや漫画たちをいろいろ持ってきたから紹介していこうと思うぞー。一昔前はちょっと深夜アニメになろうもんなら、結構過激なシーンが盛り込まれてて最高だったんだけどな。チビゾーのその言葉の真意はエッチなものってことなんだろうな。もちろんそうに決まってるだろ。そんなわけで今日の動画は令和で放送できないアニメたちを紹介していくから、コメント欄で今日紹介しきれなかった分のヤバいアニメを書いてくれよな。第2弾とかもあるかもしれないから参考にさせてもらうぜー。いつもコメントしてくれてありがとうだぜ。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まずこの話題で欠かせないアニメといえば、という作品から紹介していくぞ。最初に紹介するのはトラブルだな。最初からクライマックス級の作品ぶち込んでくるなよ。これはなかなかにハード、いや、俺のチビゾーをハードにしてくれた作品だ。チビゾーも下ネタをぶち込んでくるんじゃねえよ。じゃあ早速紹介していくぞ。この作品は言わずもがな切られたジャンプの合法エイチ漫画なんだが、トラブルを経て大人の男性になった人も多いぐらい過激だぜ。もう過激さとかは画像で出さなくてもわかるよな。ちょっと前のアニメとかは結構ポロリがあったけど、トラブルはポロリを多用せずエイチに書いていたよな。確かに少年ジャンプで連載していたぐらいだから直接的すぎないほど良い感じが良かったんだが、令和ではさすがに過激すぎて放送できないと言われてるんだ。なるほどな。いい時代でもあるけどその辺は結構不便だよな。もっと昔みたいに過激なアニメも久しぶりに見たいぞ。そしてなぜ令和で放送できないって決まりきったトラブルを紹介したのかというと、最近 X でバズっていたんだがトラブルのパチスロが出たらしいんだよ。娘めちゃくちゃ恥ずかしそうな演出が多そうだな。すごい時代になったもんだぜ。結構エッチな表現も再現されているらしいから、もし知っている人がいればコメント欄で教えてほしいぞ。それじゃあこんな感じでサクサク紹介していこうか。次に紹介する令和では放送できないアニメは、ボボボボだ。また毛色の違う作品が登場してきたな。てかまたこれもジャンプじゃねえか。少年ジャンプは時々問題作を生み出すことで有名だから仕方ないことだ。しかしボボボが令和で放送できない理由は違う過激さが原因と言われてるぞ。まあ一つ目の理由としては攻めた内容すぎる、ってことだな。これもプリキュアのパロディというか丸パクリだし、今だったら結構クレーム入りそうなやつだな。逆に当時がなんでこのパクリが OK されたのかが気になるぜ。あとは普通に下品なワードが多いってこともそうなんだけど、それが原因でもう一つ大きな放送できない理由ができたぞ。理由というのはスポンサーが例になったことだ。バカみたいな放送ばっか続けるからだろ。さすがにこのアニメのスポンサーになるのはおかしいという英断だな。しかし、ボーボボはそれでもくじけなかったぜ。なんと異例のテレビ局がお金を出して半年間放送を続行したらしいぞ。テレビ局もボーボボも登場人物全員バカでよかったな。ボーボボを続けるためにお金を出し続けるテレビ局、嫌いじゃないぜ。しかしだな、半年間続けたことで出費がかさんだのか株主に怒られてアニメの放送は終了となってしまったんだ。株主が唯一賢くてよかったな。そんなボーボボも令和になって舞台化が発表されるなど根強い人気は未だにあるというわけだ。エイプリルフールに発表されたから嘘だと思ったガチ舞台化だよな。やっぱり過激なアニメとかはずっと愛されるんだな。それじゃあ次の作品紹介に移るぜ。次に紹介するのは、日暮らしの泣く頃にだな。日暮らしもなかなか過激で時々見るに耐えないシーンがあるもんな。でも日暮らしって2020年とかにアニメ化してたんじゃ。日暮らしの泣く頃にチビゾーチ祭り編開催するか。なんで日暮らしに沿った脅され方されなきゃいけないんだよ。今回対象として話しさせてもらうのは初期のアニメだな。この時に放送されたのはまあ当時のアニメ業界を震撼させるぐらい、えげつないシーンが多かったんだよ。確かにここで紹介したいけど YouTube では一発規制入るぐらいヤバいよな。言葉で解説するのも億劫になるほどの内容だから気になる人はぜひ本編を見てほしいぞ。しかし勇気は必要だぞ。新規参入する勇者はここから現れるのか。見た人がいたら教えてくれよな。ちなみに少しエッチな表現などもあるらしいぜ。見ろうさいたらこういうご褒美も待っているのか。これはちょっと挑戦してみる価値ありだな。
まあ日暮らしもさっきと同様、根強い人気を誇っていて未だにいろんなプロジェクトがスタートしている作品だよな。ファンからしたらずっといろんなことをしてくれる作品はとてもありがたいんだよ。ただグロいだけなんだけどな。それじゃあここからは少しだけもっとサクサク紹介していくぞ。次に紹介する作品は、みなしごハッチだ。結構ほっこりしてそうな雰囲気で俺も結構好きなんだけどな。リスナーさんも好きな人が多いんじゃないか？そうだよな、名作なのには変わらないんだが放送禁止になった大きな理由が一つあるらしいぞ。それが、川の向こうにある不潔な怠け者の部落という設定の回があり、虫の世界でも差別はあるのかという理由でクレームが入ったらしく、みなしごハッチ自体が批判されていたそうだ。たった一回のエピソードでそんなに作品のイメージが下がるのか。あとシンプルになんだが、今の時代で放送するには、みなしごというワードがダメだと言われているぞ。確かに今ではあんまり聞かないワードだもんな。そんじゃ次の作品だ。次に紹介するのは、タイガーマスクだ。またまた大人気作品のご登場じゃねえか。こんな名作をなんで令和で放送できないんだよ。それも現代っぽい理由なんだが。リアルにプロレスを描いているがゆえにちょいグロシーンが多くてちびっこに悪影響という理由があるらしいぞ。じゃあ今放送してる鬼滅の刃なんか激ヤバだろ。あれがイケてこのちょいグロがダメなのか。その他にも2016年に放送されていたタイガーマスクダブルというアニメがそこまで現代の人たちには刺さらなかったというのも、一つ原因として言われているな。昔は筋肉マンとかプロレスアニメが多かったけど確かに最近は見ないもんな。はいはい。そんじゃ次の作品だ。これもみんなご存知、ホタルの墓だな。ここに来てジブリ映画がノミネートされるのか。確かに言われてみれば昔はテレビで放送されていたのにいつの間にか全く見なくなったな。これは説明不要なほど知られた作品だと思うんだが、リアルに昔の日本を描いているからトラウマになる人が続出したとも言われているな。うんうん、独特の雰囲気がめちゃくちゃ怖いんだよ。やっぱりそれが理由で令和でも放送できないんだな。いや、違うぞ。放送できない、いや、しない理由はだな。シンプルに視聴率が悪かったからだそうだ。めちゃくちゃ大人の事情で草だぜ。トラウマイコール見なくなる、だからこれは仕方ないんだよ。でももし今放送したら物珍しさに見る人が結構多そうだから令和の今でも放送してほしいとは思うぜ。よし、それじゃあここからラストスパートだ。次に紹介するのは、地獄先生ヌーベイだぞ。おいおい、またジャンプの大人気作品じゃねえか。これは俺も大好きな作品だからリメイクしてほしいんだけどな。昔は結構流行っててあのオープニングとかもめちゃくちゃ好きなんだけどな。じゃあ令和で放送できない理由を解説するぞ。まず第一にお色気シーンが多い、ということだ。確かにそうだった。無駄にお色気シーンを挟んでる印象は強いかもしれないぜ。でも最初のトラブルとかに比べると全然じゃないか。よく気づいたな。しかしお色気シーンがダメな理由が次に詰まっているぞ。それは、舞台が小学校ということだ。なるほどそういうことか。昔は意識してなかったけど確かに小学生なのに。ってシーンは多かったな。まあチビ像は興奮材料として捉えているかもしれないが、このご時世はお子様系に厳しいからな。さすがに PTA も激怒する未来が見えているぜ。そう。でもそれがヌーベイの魅力でもあるからリメイクするってなってお色気シーンがないと物足りないぜ。昔の作品で我慢しててくれ。それじゃあ次の作品がラストだ。その作品というのは、銀魂というアニメだな。めちゃくちゃ登場してるから知らないわけないだろ。理由は過激なボケが、多い、らしいぞ。なんでさっきからとボケてんだよ。こんなもの令和でもいつでもダメに決まってんだよ。というわけで今回は令和で絶対に放送できないアニメをいろんな角度から紹介させてもらったぞ。どうだった？今のアニメも十分に面白いんだがやっぱり昔のアニメが過激という面白さもあって復活はしてほしいな。みんなの熱意で復活させような。他にも令和で放送できないアニメがあったらコメント欄によろしく。第2弾も待っててくれよなぁ。じゃあこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。